皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは目標達成できる人とできない人の違い、最後の1分で雲泥の差というお話をしたいと思います。私自身ももちろんそうなんですけれども、目標って、作ったりとかするじゃないですか。年間の目標でもいいし、1ヶ月の目標とかでもいいし、もっと言うと今日1日何をするかっていうのを やったかやんないかみたいな、そういう目標でも構わないんですけれども、これが例えば立てた目標をいつも達成できる人といつも達成できない人ってなんとなく分かれるんですよ。2つに。いつも達成できない人はいつも達成できないし、いつも達成できる人はできるんですよ。これって不思議だと思いませんか？それはある考え方の癖が大きく影響していたりとかするんですよね。なので、私自身ももちろん心がけていることだし、それが自分の中では割と当たり前って思ってたんですけど、目標達成できない人と比較して、その人、比較してっていうのが、要は私のクライアントさんである人でいつも目標達成できないっていうことでね、やってる、いつかは達成してほしいんだけど、達成できてないっていう人が考える考え方と私が考える考え方と決定的に違う点があるので、それを今日はお伝えしようかなというふうに思って動画を撮っております。じゃあお話をしますね。本題、目標達成できるかできないかの違いっていうのは、最後の1分にこだわれるかどうかっていう、ここに尽きるかなっていうふうに思います。具体的に言うと、例えば自分が期日を決めたとしますよね。この日までにこうしようっていう。で、その目標値がものすごく高すぎて、どうしようもないべらぼうな目標を立てちゃうと、確かに最後の1分にもこだわれずに諦めるのかもしれませんけれども、あともう一息っていう時の1分のギリギリまでトライできるかできないかをやれる人かやれない人かが、はっきり言って目標が達成できるかできないかの非常に大きな分かれ道になると私は考えているんですね。私はちなみに最後の1分までこだわる人です。諦めない、絶対に諦めない。やりますよ。やるって言ったらやる女なんで、有言実行の女ですからね。やりますよ。一番私の中で印象深いのは、今となってはね、それなりにしんどいんですけど、もっと頑張ってできてる人がいっぱいいるので、大したことないっちゃ大したことなくなっちゃってる、YouTube の動画を1年で1000本作るっていう、1年間の長期目標のそこそこ大量投稿みたいなのをチャレンジした年があって、1年って長丁場なんで結構大変なんですよ。継続は私基本できる人です。だけれども大量の本数の継続っていうのはモチベーションの意味でもそうだし、あと体調管理と健康管理が必要になるので、1ヶ月80本平均で作らないと12ヶ月で1000本っていかないんですよ。1ヶ月80本ということは1日3本なんですけど、これ365日で3本平均ですからね。結構ね、遊びに行ったらだってやんないじゃないですか、旅行とか。やってもいいんですけど、そうするとそれやんないって言うと6本になるでしょ。でちょっと今日は疲れちゃったからやらないっていうと、そこでまた3本溜まって9本になるでしょ。あっという間に10本とか15本とかになっていっちゃうんですよ。なので実は1000本って結構大変で、で私もトライしたその年は結構大変な思いをしてやってたりとかしていたんですね。でその1000本を本当に達成した時っていうのが、とにかく1年っていうもとだったので、12月31日の23時59分までなんですよ。なので12月体調を壊して結構寝込んだりとかした時期があった時が、そのチャレンジをしている時だったんですね。ですからなぜか12月250本あげないとダメになっちゃったんですよ。それで250本をやっていくために、結局50本をいつかやる羽目になりまして、で最後終わったのが23時50分ぐらいです。
12月31日の。でも1000本やった。でこれをやるかやらないかによってできた自分っていうものを自分の中で認められるかどうかっていうことと、できてない自分で終わっちゃったっていう、だからできない癖がついちゃうのかできた癖がついちゃうのかっていうところが、最後の1分にこだわれるかこだわれないかっていうところが非常に大きいなっていうふうに思います。私の場合にさらに言うと、例えばセミナーの最中とか、まあ、パーティーとかもやるんですけれども、その最中でもこっちの方がよりいいかもとか、これがこうしたらみんなが喜ぶかもって思いついちゃったもので、できるものはどんどんその場で取り入れていくので、まあ、いつも自分で思ってるんですけど、本番が一番出来がいいですよ。本番っていうか、そういう大きなパーティーとか何かをするとかっていう時、皆さんに一番喜んでもらえる、まあ喜んでもらいたいっていう意思が非常に強いからなのかもしれないんですけれども、ギリギリまでチャレンジして攻めていって変えていきます。だから当然提出物とかウェブサイトを作る時も、まあ微差にこだわるっていうか、読む人の心理状態になって一番ベストはどういう状態なのかっていうのも考えて作り込んでいくし、最後の最後まで、まあ、諦めないっていうことですね。じゃあこれ諦める人だとどういうことになっちゃうかっていうと、やらないですよ。最後の最後まで、要は例えばあと一人集客できたら自分の例えば目標に達成するっていうあと一人の時に、ここまで頑張ったんだからもうよしとしよう、あと一人なんて今からなんてもう無理っていう最後の一日だった時に考えた時に、今からでもまだ声かけられる、誰に声かけようとか何を発信しようって考える人と思考がどれぐらい差が開いてるかっていうのが分かるかどうかなんですけど、相当思考の差が開いてるんですよ、この時点で。で実際にもしかしてギリギリまで頑張ってもできない可能性だってあります、やろうとした人がね。でもその人は多分次の時にはその経験を生かして、また違う準備を多分やるんですよ。だから成長してるのは間違いないんですね。でじゃあもう一人の人はどうかっていうと、途中で諦めてるのでそれ以上の検証とかチャレンジすることっていうのをしないですよね。だから結局それをしないということにおいて成長しないことになるから、また振り出しからっていうか、また同じところから同じ方をやる羽目になりますので、この方はどんどん上に上がっていきます。この方はそのままでまた同じことをやってて、もう一回また諦めたらまた同じことをやる羽目になるので、成長しないから、結果としてどんどんこの人は成長するし、この人は停滞する。だから同じようなスタートラインから始まってるにもかかわらず、この人はすごくできてる、できてないっていうのは出ちゃうのは、その最後の1分にこだわれてるかこだわれてないかっていうのが非常に大きいかなというふうに思ってるんです。でそのこだわらない人に限って何を言うかっていうと、あの人は才能があるからとか、自分にはそれができないからとかっていうのを言っちゃうんですけれども、それは大きな勘違いで、確かに持って生まれた才能とか得意なものとか得意領域っていうのはあるかもしれないんですけれども、大抵努力ですよ。最後まで要はやったかやんないかっていうことで、やらない人に限ってそういうこと言います。だからそれを言うのは、この人と同じことをやった後に自分には才能がないからって言ってほしいですよね。やってないのに才能がないからっていうのは本来おかしい。大概できてる人って努力の人ですよ、ほとんど。もちろん稀に天才型のタイプの人もいますけどね、大抵努力の人ですよ。で努力もたくさんやってるとだんだんそれがこなれてきて精度が高くなってすごくできるようになって、うまくできるようになるからうまくできてるっていう、だからその努力を怠ってるわけですよ、この人っていうのはね。だからできてないから、それをさらに言い訳として、あの人は才能があるからとかできる人だからっていうのはやめましょうっていう話なんですよ。だから最後の一歩にこだわれるかこだわれないかっていうのは0か100かぐらいのインパクトがあるんです。どういうことかっていうと、よくね話題に出るですけど、
日本で一番高い山は？って言われると富士山ってみんな答えられますけど、2番目何？って答えられないんですよ。だからこれって0か100かぐらいのインパクトで、もうちょっとで届かなかったっていう場合にはほとんど自分の中では0に近い状態になる予定だから、ここで達成できるかもっていうんだったら最後のもう一踏ん張り、どれぐらい頑張れるかっていうのを、もう一踏ん張りいけるかどうかっていうのが非常にこうメンタル的な部分においてはとても大事なことだし、もう一踏ん張りって考えた瞬間にものすごいね、頭をいろんなアイデアがね駆け巡ります。あと一人どうしたらいいだろうと、何をしたらいいだろう。でこの思考をする訓練がいろんな事業を拡大していたりとか、正念場、土壇場の時の自分を救う体力になるっていうか、力になるっていうか、底力って言えばいいのかな。だからそういうことをしょっちゅうやってる人は底力がついてるんで、本当に必要な場面でパーンと跳ねることができるんですけど、いつも最後諦めて逃げてる人は底力がそもそもないので、それ以上の力を発揮しようがないですよね。だからあの小さな目標で構わないので、ちゃんとクリアする、自分との約束を守るっていうことを、する人は全般的にうまくいきます。で毎回約束守らない人は当たり前だけどうまくいかないんですよ。でそれが一つの基準値が最後の1分まで頑張れるかどうかっていう、ここが私は一つの基準値だと思っていて、最後まで執念を持って頑張ろうっていう人は大概他のことでも何でも頑張れるんですよ。でそれは大きなチャンスをつかむ部分においても、見えないものが見えてくるっていう、機会を逃さないっていう意味でも飛躍のチャンスを得ることもできるし、あとですね、あの見てる人はちゃんと見てます、そのやってる姿、ギリギリまでやってる姿っていうのは。ということはそういう人はどういうことになっていくかっていうと、本人の力量はあります、あるんだけど周りの人がね応援したくなるんですよ。そうすると応援の力がさらに加わるから、もっとうまくいくようになるので、応援されない人っていうのは自分との約束を守れない人ですよね、基本的には。あとその応援されたいがためにこうパフォーマンスでやる人も人に見抜かれるので、あのそれも応援されないタイプです。要は下心満載みたいな状態、これをやったらみんながこう応援してくれるだろうっていうのは、そこがありきで動いてるので、そういう人って人に応援されないんですよ。その人自身が下向きに頑張ってて、その姿を見ていると思わず手を貸したくなる、まあこの状態が作られていくケースが多いのが、最後の1分にこだわれる人かどうかっていう、ここがあの大きいかなと思ってるんです。で自力と他力っていう言葉がありますけれども、他力を上手に使える人っていうのはあのすごく仕事がうまくいきやすいし、事業とかも成功しやすいです。自分だけでどうにかしようっていうタイプの人は伸びないですね。だからもちろん人に甘えるっていうことも必要なんですけど、その自然と応援したくなる人が周りに寄ってくるっていう、まあ、人望っていうふうにも言うのかもしれませんが、あの私が好きな経営者で松下幸之助さんいらっしゃるんですけど、経営の神様と言われてる松下さんのエピソードとかを読んでいても、あの自分はねあの学もそんなにないし、体も弱かったし、だからそれを補完する人が自分の周りには集まってきてくれて、そういう人とチームを組みながら仕事をしていったっていうのも読んだことはあるんですけども、あの人が集まってくるってことは、まあ、他力がちゃんと集まってきて、成したいあの世の中に必要な貢献する事業を成すことができるっていう環境を作ることができるのはやっぱり一種の才能なんですよね。でもそれは松下さんが誰よりも努力をし、かつ人への思いやりを欠かさない人だったから、それだけ人望があって人が集まったっていうことになっています。だからまずは自分メンテナンスができない人って当然他人をメンテナンスなんかできないじゃないですか。だからまず一番簡単な、自分がどうにかしようと決めたことはやろうよっていう、まあ、そういう話なんですけどね。これが案外できない人が多いから、まあ、できる人が目立つんでしょう、きっと。それぐらいできないっていうことです。
だから簡単です。要は最後の1分まで諦めないって決めれば、大概いろんなことが、世界が変わっていく可能性があるので、見てるともう全然もっともっと手前で諦めてる人がめっちゃ多いですよ。だからご相談とかね、よく受けますけれども、集客できないですとか、告知したのに集まりませんとか、なんとかかんとかできませんとかいう人は、そこまで極限まで頑張る努力をしている人はゼロですね。 そこまでやったらなんか変わってますもん、やっぱり。だから毎日そうしろって言ってるわけではなくて、必要な時、ここぞっていう踏ん張りの時には、自分との約束守ってみましょうよっていう、そういう感じになります。なので、自分がいつも目標達成できてないなっていうふうに思うんだったら、最後の1分にこだわってみるっていう、とてもシンプルな行動法則、これをちょっとやってみるっていうのもありなんじゃないのかなというふうに思ってますので、ぜひご参考にしてみていただければというふうに思ってますので、頑張ってみてください。それでは。